そう、友達からさ、LP を借りたときに、本当に聞きたかったこと、やつで、どうしてもこれをこうリピートして聞きたい場合はさ、録音するときにさ、メタルテープっつのがあって、あった覚えてね。ない？ああ、あっ覚えた。てる。一番高価な、高品質で音の再現性のいいカセメッタトルテーテーププっていね。うのそうがあっだね。て、あれに録音してた。あったあった。カセットテープもさ、で、大切に聞いてたよ。どこのメーカーがいいとか、いろいろ説ドがあっティアック TDK？ 私、マクセルだった。マクセル。あと、俺は TDK だったな。あと長さによってもさ、こう、90分、60分、30分とか。違いが分かったの？いや、だっいて、や、長い薄方い、が音悪いもん。もちろんそうだ薄いけじゃない。ど。いや、だからそう言われてたから、なるべく90分、まあ、最長で90分に収めるっていうかなんか、120分もあったもんね。120あった分あっもあった。た。120分テープは使わなかった。大体60分テープが主流だったかな。まあでも90分もいい勝負してたんじゃない？LP を録音するんだったら、60分だと、入るか。45分っていうのはあった。あったね。だから LP だと45分だから90そ分だと2枚入れられるって感じだったんじゃないう。のかな。だからさ、あれをね、ライナーノーツに何分何分何分何秒って書いてあって、それをしっかり計算して、こっからここまでがカセットの A 面で、こっからここまでを B 面にみたいな。でもそっか、A 面 B 面で録音してたから、要するに片面で何分あるかっていうのを計算して、だから大体45分テープだと片面に A 面 B 面でカセットテープ1個で LP1 枚。でね、余るともう一遍録音するんだよね。あ、そう。それはやらなかった。余るとこうちょうど入るような曲選んで録音してさ、あとフェードアウトさせるとか、こうやって。やった でもカセットテープこそ何歳ぐらいまでがリアルタイムで聞いたりしてたんそうだだろうね。ね。そんなオープンリールだもんね。それあったもあよ、オーりプまンしたね。ありましたよ。ピアノの発表会のとか 小学校の時の。それってさ、隠し撮りのさ、歴史にもつながってて、ツェッペリンの初来日の時に、デンスケっていう、デンスケでいいんだっけ？カセットレコーダーで、カセットテープで録音した人がいたのね。で、そのさらに前は多分オープンリールだそったれの持ち込んだ人も話聞いたことあね。る。で、そっから時を経て90年代になると、デジタルオーディオテープっていうダットっていうだっのがた出ね、た。だった音が良かったよね。あれがいつぐらいまでだったかな、2000年ぐらいまでだったのかじゃあ10な。年ぐらいあったんだね。で、その後って何だったかな。ダットなどもう IC レコーそうだね。ダー系じゃない？そうだね。もうだって90年代に IC レコーダー系あったエよコーしね。たと思う。でもうちってダットの機械2台あって、なんか1台壊れて、だけどまだ1台ここにありますね。もう俺、ダットの程度で処分した。処分した。じゃあ機械があってもしょうがないじしょうがない。聞かないだろうなと思ったから、ゃん。あもとダブルカセットデッキもあるから、う。カセットを ダビングできるように。 じあっゃあ、たね、ダ高ブル額でカおセ譲ッりト。します。ありますよ、今ここに。ダブルカセットもダットも。たね。ダブルカセットね。俺ちなみに CD 全然違うけど、CD が5枚入るやつ。CD チェンジャーってやつ CD チェね。ンジャー、ソニーのね。車とかよく搭載されて、車もあっそうたあっだね。た。ありますよ車のね。後ろに積むんでしょ？そう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 。もう今はなきっていうか、あともう MD か。MD MD 消えよ。たね。消えたね。だから MD も高 MD かから SD？ ったし、SD？ あれさ、何の略なの SD MD っじゃないか。MD。て。MD ってなんとかディスクだよね。ミニディスク？そうディだ、スク多か。分。俺さ、それの録音機持ってたから、クラプトンのなんだっけ、ほら、ロイヤルアルバトール？あれ撮ったよ。どこ行っちゃった？ MD。あの頃これこうダッやっトてだっる。たよね。なんかこういう。
あのマイクをさっき、はいはい、でここに忍ばせてよくなんかダットでみんな隠し撮りとかしてて、だけど スイッチ入れ忘れたりとか、なんかの拍子にスイッチが切れちゃって、あれ必ずロックしないといけないんだよ。私たちの知り合いの人がマジソンスクエアガーデンに行った時に撮ったつもりが、聞いたら、うん、開演前にコーラを買ったんですって。コークプリーズブツずっとね、始まってスイッチ入れたりすると不審な動きになるから入れっぱなしだったんです。そしたらコークプリーズで切れてた言ってた。あのダットの音質たりやさ、あのその後のまあちょっとあんまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、海賊版でね、名盤っていうのがあって、まあ、いくつかあるんだけど、まあ今ありますね。95年のクラプトンのジャパンツアーをフルで収録したっていう、あの海賊版があるの。もうあれの音質たるやさ、まるで何オフィシャルかよっていうぐらいすごい音質でさ、うん、たまに YouTube 載ってるけどさ、やっぱりあのダットからはすごい音質が劇的に改善してるね。91年の時になんか音楽やめててさ、友達から買ってきてさ、おいリキサークラフトやったよなとか言って呼ばれたバンドがあったんだけども、そこのバンドはみんなお金持ちだったから、なんか自分たちの録音もダットで録音あそうするやつだよ。なんか月に1万円ずつみんなで納めて、でなんかあれですよ、楽器買いましょうとかして、ベースイストのそのベース買ってあげたんだよ。なんかフェンダーのちょっと古いベース買ってあげた。古いベースすげえな、うん、フレットですね。したらその人フレット打っちゃったおいおいおいあのベースどうしたの。まあいいや。あとさ、うん、その録音じゃなくて見る方、うん、っていうのはまあビデオテープがビデオの VHS とベータ、ね、VHS とベータがまずあって、どっちでした？最初はやっぱりベータですね。ベータ。そうなんですよ。私ももう音楽好きとかはみんなベータで、音がやっぱり綺麗で、そうそう、絵も良いし、で、あの反応が良かったからリモコンでやるとピッて反応して、VHS は遅かった。だからみんなベータ買ってた。昔の面倒くさかったね。あのそこにたどり着くまで。ピッていかないからさ、もうね、あの上からガチャンって入れるタイプと、その後横から、横からになった、ね、うん、テープ入れる。さ、時々さ壊れちゃうとさ、うん、抜くとさテープがビローン。ああ、なるの。それをこうなんか一生懸命やってね、治る場合もあるんだけどね。場合もあるんだよね。カセットテープでそれやった。ああったね、テープでもね。あったあったあった。だからあんまり巻き戻したかさ、早送りとかしたくない。うん、ああ。昔のはね。で、あのほらレーザーディスクって、はいはいはい、出ましたね。やっぱり結構ね、短命に終わったかもしれないけど、あれはでも優れもので、レーザーでしか出てないものっていまだに85年のサンダークラプトンの、そうそうそう、風船が飛ぶやつ、バーミンガムのやつじゃなくて、あとレッドイットビーもそうだね。レッドイットビーもそう、うん、あとノーニュークスもそう。へえ、結構ね、多分探せばいっぱいあると思うけど、あるんですよ、レーザーですか。そうだから消えたメディアって結構あるよね、うん、で逆にこうそれに対抗して生き残ってきたメディアっていうのもすごくて、だから消えてったメディアはなんだ、 MD でダットってまだあるのかな、分からない業界で、分からない、ない、うん、とりあえず MD でしょ、うん、レーザーディスク、カセット、カセット、ベータ、うん、それこそ VHS だってもうないでしょ。そうだよね、もう VHS もないか。 VHS の機械持ってる人いないでしょ、うん、そんなに。うちも2台ありますよ。いわゆるテープと言われるものがなくなったよね、うん、でもさ、ほら VHS のそのあれがあるから、やっぱりそれ見たくなるかもなと思って捨てられないんだよね。うちにもいっぱいあるよ。私ベータは一応ね DVD にねダビングしてもらっ
ってほとんどしたけど、VHS はあんまりしてないかな。どうすんの、うちの VHS。 あのね、基本的に映画とかはもう捨ててもいいと思うのね。なんかさ、そのうち家庭で変換できるようになりそうな気しない？あ、だって うちだってやろうと、私何本か自分でしたけど。あ、そうなの？うん、VHS から DVD とかに。で、まあ昔映画とかいっぱい撮ってたけど、それはもうどこにでも今見ようと思えばいくらでもあるけど、うん、やっぱり当時の、来日したアーティストの、ね、ゲストに出た時のテレビの番組とか、そういうの、それはね、ほとんど私ベータに入ってて、うん、あと、なんだろう、VHS で、もう今 YouTube とかあるから、うん、ほとんどなんか処分してもいいかもしれん、うん、そうだよね、YouTube 大抵上がってるよね。大抵上がってる、うん、テニスの決勝戦とかね、ウィンブルドンのボルグ対マッケンローみたいな、ボルグ対マッケンロー、あれもだってビデオっていうかね、 DVD 出てるもんね。買ったよね、わざわざね。フレンチオープン、ビランデル優勝とか、ね、絶対なんか市販されそうもないからありますよ。ちょっとね、テニスネタは再生数少ないからやめましょう。はいはい、やっぱりこの間のナスターゼ浜梨とかやめましょう。